佐藤俊介は日本のバイオリン奏者。2歳で鈴木メソードの松戸教室でバイオリンを始める。きっかけは母親が流していた FM 放送から流れるクラシック音楽のバイオリンによく反応していたことと母親と散歩中にたまたま才能教育教室から出てきた親子から教室の見学を進められたこと。3歳より松戸の教室で 日本のバイオリン海草分けの隅四郎の文下生となる。4歳から父親の経済学研究のために家族で米国ペンシルベニア州フィラデルフィアへ移住。幼稚園から高校までをアメリカの徹底した個人主義のもとに送る間、ジュリアード音楽院、プレカレッジ部門でドロシーディレー、川崎正夫のもとで研鑽。ジュリアード入学以前は二宮由美、および 韓国系アメリカ人、ジン・キムに指示。1994年、フィラデルフィア管弦楽団の学生コンクール小学生の部門で優勝。オーケストラとのデビューは、同学団とのエドゥアール・ラロのスペイン交響曲。ジン・キムの招待により、2005年に参加した、韓国のグレート・マウンテン音楽祭で、佐藤の演奏を聴いていたのが、ジットのリーダーである、ビオラ奏者のリチャード・オニールだった。 これが、オニールが2010年のジット音楽祭に、新メンバーとして抜擢するというきっかけになった。ジュリアード在学中、12歳で、ヤングコンサートアーティスツのディレクター、スーザン・ワーズワースに、スカウトされる。この組織を通じて、リサイタル、オーケストラの共演のほか、室内学、あるいは、地元学校でのマスタークラスでの指導を含む、コンサート活動を始める。同時期に、 3M のテレビ CM のオーディションで主役に選ばれ、コンフォートストリップスを指につけて、フランツ・ワックスマンによるカルメン・ファンタジーを弾く。このコマーシャルは1996年から1998年にかけてアメリカ、ブラジルで流れる。1995年より2002年まで、コロラド州アスペン音楽祭に参加し、リサイタルのほか、ミクロス・ロージャ。 ウィリアム・ウォルトンといったヤッシャハイフェッツに縁の深い競争曲も演奏。2000年10月にはニューヨークリサイタルデビューを果たし、10月24日付のニューヨークタイムスでリサイタルに行転。驚くべき冷静さと音楽的レベルをすでに持っている。舞台上では完全にリラックスしており、すべてのプログラムを譜面なしで演奏。これは 音楽が誰かに教え込まれたものではなく、自分から湧き出ている音楽作りの流暢さに感嘆した。と絶賛される。ドロシー・ディレイと川崎正夫による歴史的交渉まで掘り下げたスコア分析、さらに演奏活動の間に何度か共演したクリストファー・ホグーとのピリオド奏法研究が佐藤のバロック音楽及び古楽器奏法への関心につながる。また、 アスペン音楽祭で聴いた川崎正夫のビオラの演奏や、ウィリアム・ウォルトンのビオラ競争曲に刺激され、14歳よりビオラを学び始める。後に佐藤のビオラを聴いた西村明が触発され、ビオラ無伴奏ソナタを作曲し、西村明、旋回舞踊を超絶二ーソロ佐藤俊介プレイズ、西村明。 西村明作品集ホアあるダンス俊介、佐藤プレーズ明西村として発表することになった。ジュリアードプレカレッジ最終学年の2001年の夏にマヨルカ等のマスタークラスでジェラール・プーレに出会う。2002年3月、長年の恩師ディレイが死去し、プレカレッジ卒業に際した佐藤は、フィラデルフィアのカーーティス音楽学校のハイメラレードのクラスに入学。 しかし翌2004年、ジェラール・プーレの指導を仰ぐために、パリに渡り、4年間研鑽を積む。ジェラール・プーレが、東京芸術大学教授として、日本へ渡り、パリを離れたこと、すでに古楽器奏法への系統が、高まり自分自身で学び始めていたことが重なり、正式に、ミュンヘン音楽、演劇大学のメアリー・ウティガーの下で研鑽するために2009年に、ドイツへ移住。 2010年7月、ライプツヒで行われたヨハンゼバスティアンバッハ国際コンクールでバロック奏者として初めての国際コンクールに挑戦し、バイオリン部門で2位と聴衆賞を獲得。2010年12月21日、文化庁主催第65回芸術祭で2010年10月29日に東京で行われたバロックリサイタールが評価され、音楽部門で 新人賞を受賞。2011年10月、リチャード・エガ率いる、エンシェント室内管弦楽団とともに、ニコロ・パガニーニのバイオリン競争曲2番を、ガット弦、ピリオド楽器で演奏、ケンブリッジとロンドンで、UK デビュー公演を行う。2011年11月28日発売の、小楽器専門誌アーリー・ミュージック・アメリカが、インコンクルージョン、ハッツ・オフ。 ジェントルピープル、イズ・ザ・レボリューション・オーバーの見出しで世界初のガットゲンによるパガニーニ24のカプリースの録音を紹介。2013年1月、オランダバッハ協会所属オーケストラのコンサートマスターに抜擢されるほか、ドイツの小楽器アンサンブル・コンチェル・トケルンのコンサートマスターも務めている。また2012年に若手バロック奏者をサポートするオランダ。 アムステルダム所在のジャンプスタートジュニア財団の選考で選ばれ、2013年1月に財団所有の序盤にグラチーの作の楽器を対応される。2013年11月、オランダのアムステルダム音楽大学は佐藤が小楽器科に客員教授として加わることを公式発表。2013年12月、アンドレアス・シュタイアーと大阪の泉ホールと東京の突破ホールで、 ボルフガング・アマデウス・モーツァルトの作品によるディオリサイタルを行う。2015年8月、ケント・ナガの率いるモントリオール交響楽団と共に、ヨハン・ゼバスティアン・バッハのバイオリン競奏曲1番をピリオド楽器で演奏、モントリオールでカナダデビュー公演を行う。このライブコンサートは、ラジオカナダによって収録され、2015年9月に、ラジオカナダテレビ、ICI アーブ、ラジオ、 カナダムジーク2015年10月にメディチ TV で放送された。2016年11月、ドイツのケンペンで行われたコンチルトケルンのコンサートライブを収録したアントニオ・ビバルディの式のコンパクトディスク及び LP レコードがベルリンクラシックスからリリースされた。2016年9月にオーストラリアンブランデンブルク管弦楽団とシドニー、メルボルンで講演し、 ニコロ・パガニーニのバイオリン競奏曲第4番をガットゲン仕様で演奏。またフェリックス・メンデルス・ゾーンの弦楽のための公共曲第3番エドバルド・グリーグの弦楽合奏曲ホルベアの時代からお引き振りした。メルボルンのライブコンサートがオーストラリアの ABC クラシック FM によって放送収録され2017年2月3日に ABC クラシックスからリリースされた。 2017年5月11日、オランダバッハ協会は、芸術監督、ヨスファンフェルトホーフェンの理任表明に伴い、次期芸術監督として佐藤が2018年6月1日に就任することを発表。2018年6月1日、オランダバッハ協会の第6代芸術監督に就任。2019年4月16日、2018年度第31回。 ミュージックペンクラブ音楽賞クラシック独創独唱部門受賞。2019年9月28日から10月6日までオランダバッハ協会の芸術監督就任後初の日本ツアーを京都、神奈川、埼玉、広島、東京で行う。2020年1月1日毎日新聞主催の第61回2019年度毎日芸術賞を受賞。 オランダバッハ協会の日本ツアーでの引きぶりと東京、ハマリ Q アサヒホール他京都、横浜、埼玉、広島での演奏会が評価される。2020年1月、音楽の友社出版の月刊誌レコード芸術1月号で、同社が主催する2019年、レコードアカデミー大賞で、JS バッハ、無伴奏バイオリンのためのソナタとパルティータ全曲の、 ディスクが評価され、対象銀賞企画曲部門を受賞する。2020年3月4日、令和元年度芸術戦争が発表され、文部科学大臣芸術戦争新人賞を受賞。2020年12月11日に、オランダ、ユトレヒト氏のチボリフレーデンバーグで行われた、オランダバッハ協会のクリスマスコンサートツアーで、指揮者としてもデビュー。 アブローテレビのライブ放送で中継される。2020年12月20日にライブノーツより、ゲオルク・フィリップ・テレマン、12のファンタジーが再販。2012年に限定発売され完売後に予防を受けて復活。佐藤は演奏家として、モダン奏法と小楽器奏法、現代音楽とバロック音楽、室内楽と競奏曲を手掛ける一方、自ら競奏曲の家電茶の作曲、 編曲、CD のライナーノーツ執筆及び英訳も手掛けている。他、ウェブデザインも趣味で手掛けている。2019年8月15日に、スーアンチャイと共に、ピアノ、弦楽四重奏とコントラバスのために編曲した、モーツァルト公共曲第38番、プラハを、オランダのオーランド音楽祭で演奏、ワールドコンセールホールでライブ放送される。ありがとうございます。